はい、オッツカンタです。本日もねご視聴ありがとうございます。今からですね国道166号線のね高見峠の頂上付近に高見トンネルがあるんですけどね、そちらの旧道を走りたいと思います。現在地はねこちらになります。三重県側から奈良県方面にね進入しまして、でこのねオレンジの部分をね走る予定ですね。今走っているねこの道は前回のね廃墟スポットからねかなりね近い場所で、せっかくねこの近辺に来たんでね今回ね走りに行きました。今回ね三重県側からの進入となるんですがね、この高見トンネルというトンネルを抜けると奈良県に入りまして、名阪国道と並びね中部県から関西近に抜ける要所道路となっております。まあ、今走っている旧道の方は大型トラックなどのね大型車両は通行困難ですが、正規ルートというかね現行ルートの方はトラックでもね走れる道路で、私もね昔ね松坂方面から大阪に抜けるのに使用していました。今回ね、この旧道の方はね初めて走行するので、まあ、あのどんな道かねドキドキします。時刻はねだいたい15時ぐらいなんですけど、今回もね前回の流れでね嫁さんと娘が同乗しているのですよね。まあさすがにあの疲れたのか二人ともね後ろでぐっすり寝ています。しかもまあ広い道路にね、軽く積雪が見られるんですけど、この日ねだいたい気温が0度ぐらいで、で結構ねガチガチにね、道路が凍ってました。それとねこの峠またはね高見トンネルをあの三重県側から抜けるとですね奈良県のね東吉野に入るんですけど、高見の里という場所がありましてね、こちらあのしだれ桜がかなり有名で、およそね1000本ほどのねしだれ桜が楽しめる場所があります。あの開園期間はね3月の末から4月の下旬まで約1ヶ月間で、でねあのネット情報によると入場時間はね朝の9時から夕方の5時までで、で料金はね大人は1000円で子供が500円でね、小学生未満はね無料らしいです。私もね一回訪れたことがあるんですがね、ものすごく綺麗で本当に圧巻の景色でしたね。ご興味のある方はね一度足をね運んでみてください。一応ねあの高見の里のホームページの URL をね概要欄に貼り付けておきますので、ご興味のある方はご確認ください。右峠どっちでしょうか。どっちへ行ったらいいんだ、ちょっと分かんねえな。右峠、高見峠、これがこうなの。後で調べましたら左はね現行ルートの166号線に出てしまうためね、こちらの高見峠という方向で正解です。この日はね年末からあの年始にかけて中部地方やね日本海側にね強い寒気が来てまして、岐阜愛知のね平野部でも雪が積もっていた日で、まあ、あの三重では四日市ね、いなべ方面はかなりの雪が降りましたが、こちらね、奈良、伊賀、松坂、津方面のね、平野部は雪の影響がなかったんですが、さすがにね、山間部ともなると、まあ、雪が降っていてですね、なんと夏場からずっと履いている3年目のスタッドレスタイヤの性能をね、確かめるべくね、
帰りの下り坂で少しねグリップテストをやっているので最後までご視聴お願いします。そういえばですね、ちょっとアホなエピソードがありましてね、この旧道の道じゃないんですけど国道166号線の方で、まあ、あれは10年ほど前でしたかね、大雪の日にね、あの奈良で納品していたら名阪国道もね、名神高速も通行止めになりましてね、であの奈良県から帰れなくなって、まあ、こともあろうことに、まあ、奈良県側からですね、この高見峠にね突っ込み帰ろうとしまして、奈良側のね最後のスロープでスリップしまして、非常に緊張、登れなくなりましてね、あの5キロぐらいバックでね、またあの奈良市の方まで戻ったという苦い思い出があります。でさっきの話の続きですが、その時ね使用していたトラックがね、台車というか、まあ、あの空き車両でチェーンが乗ってなくてね、で結局名神がね復旧するまで、まあ、あの奈良市の方で待機していたというアホな話なんですけど、まああのアホな話なのでツッコミどころ満載なんですがね、まあ、ごもっともなご意見はあの差し控えていただくようよろしくお願いします。あら、ここで通行止めになっておりますわ。ダメですね。じゃあ次、まああの次回ね、またチャレンジということで、これ左に行ったらどうなんだよ。あ、残念、通行止めや。路面凍結、積雪により車両通行止めだった。普通にこうやって走ってるだけだったら全然ないかな。じゃあちょっと踏むよ。これ。あれぐらいギュッて踏んでもあんな感じや。通行止め、はい、通行止めです。あ、そうですか。ってな感じでね、国道166号線の旧道は通行止めでした。またね、春にね、今度はしだれ桜の時期に訪れて旧道を走破してしだれ桜の動画をアップできたらなと思います。それではね、今回は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。さようなら。